やばい、もうこのピヨンってなってるの本当に嫌だ。なんかめっちゃレッスンあってだから全然ね時間なくてですね、公園行ってきました。今日行ってきましたっていうかやってきました。体調はそうですね体調はまあ、運動不足ぐらいですかね。本当にいやマジさ本当に なんか療養期間の時症状があんまりない中、まあ、多少はありましたけども、そのなんか動けないほどじゃ、まあ寝てたけど、なんかそのなんて言うんですか、なんて言えばいいの、あ見ました、なんて言えばいいんでしょうね、そのなんか症状、まあ、なんかめっちゃ喉やばくてみたいな感じだったんですね。めっちゃ喉やばくて、でなんかその喉痛くて、まあいつもの平熱よりは、まあ、ちょっと熱があるよぐらいだったからさ、マジほぼ動けるわけじゃないなのにさ、動けなくてさ、なんかマジストレスが溜まってしまってイライラしてめっちゃ、なんか私めっちゃ銭湯好きだ、イライラしたら銭湯に行ってるんですよ。なのにその銭湯にも、まあ、療養期間だから行けなくてマジ最悪でしたね。マジ最悪って思いながらいました、お家に。しかも鮮度あるんですか、でまあ私はその開けて自粛期間が、まあお買い物をした、お買い物っていうかなんかね、マジなんか最近本当にめちゃめちゃリップを買っちゃうんですよね。なんかマジリップ買いすぎなの、使わないかもとか思っちゃうけど使うんですけども、絶対に使うけど、なんかリップめっちゃ、え、そう、触覚めっちゃ伸びたんだよね。でもね切り方わかんなくて切ってないんですよね。そうで今日ね、とりあえず今日買ったのはこいつなんとなく今日は こいつを買ってみた。当たらない、え、それな、え、ね、歌唱力はね、そう、あのね本当にタイミングが悪かったですね。この弱気の発言をしたいわけじゃないですよ。だけどもう明らかに練習量が足りないですね。だから明日頑張ります。久しぶり、絶好調ですよ。こんにちは、おしましオッケーですよ。ありがとうね、いっぱいなんかアイスをくれて。こいつを買ってみたんですけど、こいつまあなかなかいいですね。こいつはでも今日の公園塗ってたんですよね。今日の公園ね、なんか3個ぐらいリップを塗ってたんですけどもね、なんか可愛いですよ。でもめっちゃ赤い。だから今日の公園はこいつを塗って、あ、これも新しく買ったんですけども、あ、最近近い、イエーイ、走力チケットどうでしたかね。こいつはねめっちゃピンクなんですけどもね、結構可愛め、え、なんか色が落ちないみたいな、色が落ちないらしいや。めっちゃピンクじゃん。でね、こいつに乗るんですね。2階席、みんな2階席なのね。で、そしてこいつを乗るんです。こいつめっちゃ可愛くないですか、見て、なにこれ、なんか猫がね、猫が描いてあるんです。猫かわいい、これ猫が描いてあってかわいいと思って買ったらめっちゃ良かったんですよね。
なんかね、これなんかマジで、ね、プルンプルンになるんですよね。かわいいこいつ。ほらね。まああと2つ買った。見てください。同じのも色違い。なんか手に出してあ可愛いって思って買って、あのもうバン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 。カゴに入れてきましたね。でもこいつの色はどんなものなんでしょうね。使ったことないからわかんないですけども、あでも可愛いんじゃないですかね。ほらほらって言ってもわかんないけどさ、なんかちょっとオレンジみたいな色なんですけど、えほら見てください、これ手でこすっても落ちないってわけ。えね、本当だね。え、ね、今日1個いくらだったんだろうね、わかんない。でもいろいろ買ったんですよね。これもね、え、なんかこういう系ってさ、使うのもったいなくてさ、今使えない。ごめん。使ったらまた色を見せますね。まあいけるでしょう。で、あとこれを買いましたね。パックも買っちゃって。パックなんかも買っちゃって。あとね、クレンジングも買いましたね。今日はね、なんかめっちゃピンクって感じなんですよね。違います、値段見ずにっていうか、なんかなんとなくうんって感じ。え、はけて塗ってないよ全然。はけて塗ったの、塗ってる時はあのマジあのリップが壊れて中にまだ残ってるのに全然出てこなくなった時はけて塗ります。え、これ入りしそう。聞いてください、セブンイレブンのさ、セブンイレブンのあのあれがめっちゃ美味しい、あの今の期間限定のなんかメロンのスムージーがあるんですけども、え、ね、それなんか外人の女性の方いましたよね。ありがとう、アイスいっぱいくれて。アイス食べたいです。食べました今日食べました。結婚します。え、そメロンのスムージーのやつめっちゃ美味しくて、あの絶対飲んだ方がいい。私毎日2個飲んでますよ。もうめっちゃ美味しいです、本当に。あのマジ美味しくて、あのスムージーだからね、スムージーですよスムージー。でも1個90何キロカロリー、あの全然カロリーが低くて、だからお菓子食べるより全然いいですよね。パイナップルとマンゴーね、パイナップルがね苦手だからあんまり飲む気にならないんだよね。でもあの朝と夜に飲んでますね。もう薬師めっちゃ使ってますよ。ありがとね、いっぱいなんかギフトありがとうございます。そう、あそうさつき、そうさつきとみゆちゃんに遭遇しましたね。2人でいた、あのさつきとみゆちゃんが2人でいて、私は1人で。いちごのやつ飲んだことない。いつもブルーベリー飲んでるんですよね。毎日配信はしないです、できない時が多いと思うので、ここら辺はね、あの今月ちょい忙しめ感じ。なんかその1週間お休みしてたから、あのその分全部あの後だあなんていうんですか、予定が伸びて伸びてって感じ。なんていうの、いろいろあります。スムージーマジあのメロンのやつ飲んでください。本当に結婚します、ご無沙汰。本当に美味しいから飲んで、本当に美味しいよ。なんか私そのメロンのその味、あのメロン味みたいなの好きじゃないんだけど、メロンは好きなの。無理無理、もうもうもう、まあサマーツアーどこ行くかね、花てかもう一回行ったりするのかな、どうなんだろう。
そうだよ。配信はね、ちょっとね、なんかできるときにやります。そんな感じ。そうなんだよ、本当に。もう、本当に。そう、そう、メロンメロンメロン。ね、福岡行きたかった。結婚します。福岡行きたかったですよ、私も。私ももちろん行きたかったですよ。ですけども、選べるものじゃないですね。アイスありがとう。メロンソーダは美味しい。あのメロンソーダ、あのコメダのメロンソーダめっちゃ美味しいですね。本当に。そうですそうです。え、そうですよ。キュウリの一本漬けいいんですよ。キュウリはめっちゃいいんですよ。キュウリとスイカととかはめっちゃいいですよ。お花組来てくれた二人も見えなかった。なのだ。あ、福岡か、そういうことか。誰が行ったんだ福岡。ゆあとみゆちゃん、みゆちゃんか、わかんない。え、仙台か。どうなんでしょうね、私はどこに行くんでしょうね。まだ言いません。なんか図書館の本をなんか返すのをずっと忘れてて、呼び出しがかかってしまった。じゃあ今会えなかった。二人その際だった、そのリポート。え、そうです、あるかないかどうでしょうって感じです。売店出てない。あれ、私はこの間は名古屋はあのなんか売り場行きましたよね。こんにちは、買ってくださいって。札幌札幌はそうですねまあまあ、みんな札幌にいたりするの。売り場が狭かったんだ。ねえ、ご飯美味しいとこがいいけど、どうでしょうか。ありがとう、アイスいっぱいくれて。私は待ってください皆さん。あーでもそんなことないかまあどこも美味しいね、ご飯。札幌公園いいな。札幌公園、おいらは明日は こんにちは、やあ、まあ会えるといいね、みんな行く人は行く人は会えるといいですね。明日は私ボイトレはないです。あ、私は療養期間に一回ボイトレ休んでしまって、そこからボイトレがないので自力でなんとか頑張るしかないんですよね。なのでそうです、マジで火曜日、ああ、うん、火曜日あれか。泣けてきた、嘘、ゲンラム。でも、そうそうそう、歌唱力なんですよね火曜日。え、マジやばくて本当に。え、結構本当にやばいですよ、あの本当に結構やばい。まあこのことあんまり言いたくないですけど、もう自信満々にもう完璧ですって言いたいですけど、あの結構やばい、あのタイミングが悪かったですね完全に。病気になった、もう最悪最悪でした。こんにちはのな。しかも喉を痛めた
喉を中心的にやられたので本当に最悪でしたね。本当にそうだよ、今日います。いやマジボイトレ1回しか受けれてないですよ。やばいよ、本当にやばい。カラオケ止まりませんよ。だって月曜日も普通に学校ありますから。私はは休むけど、完全に練習量が足りなさすぎてやばいですね、本当に。でもなんかもう恥ずかしく、出て恥ずかしくないくらいにはしたいけど、そう、まだ大学あるんだよね。テストもまだ終わってないんだよ。明日じゃない、月曜日テストあるんだよね、中国語の。終わりじゃない、もうできないですよ本当に。だしもう中国語できない。中国語もテストあるしさあ、普通に火曜日までの締め切りの課題もあるし、それはあのパソコンでカタカタなのであれなんですけど、パソコンでカタカタでもさ、なんかそのまあ必修のやつだからしょうがないんだけどさ、本当にもうピエン、本当に、いや本当にいいことあってほしいです本当に。で私はもうテスト、大学2年生ですよ。普通に私あれだと思ってたのにね、もうさ今週ってか火曜日とか学校ないと思ってたらさ、普通にあった。まあでもね、火曜日の授業はテストがない授業なので、なんか毎回課題出してればとか最後に大きい課題出せばみたいな感じだから。マジこの間のさ、英語もねテストやばかったんだよ本当に。え、ダメだよ、パソコンね、代わりにやってもらうことはできません。なぜかというと、勉強している内容がバレるから。え、教科書持ち込みできるやつもある、できないやつもある。え、もうね、普通にもう無理ですね、無理ですねっていうか、でも今日マネージャーさんがなんか本当にやばかったらもう行ってみたいな感じだったから、もう本当にやばかったら言います本当にやばかったらちょっとできませんって言います。なんか、ね、結構なことが積み重なってる、積み重なってるっていうか、なんか今後が積み重なってるから。見てください、このまつげ美容器も買ってみた、エマーキット歯石確認はピッてやつ、カードでピッてやってます。ちょっとね、8月も多分結構ですね。でも今年の私のフィッシュ単位1個なんですよね。1個ってか1科目、1科目だけが必修なんですよ。だからまあ他は最悪落としても最悪ですけど、最悪の考え方、こういう考え方よ、考え方よくないですけど、最悪落ちても、まあ、来年もある。まだまだ単位は取れます、外れた。そう、まだまだ2年あるんですよね。代理出席って何、代わりに出席とかあるの？留年はしませんよ、留年はしないけど、頑張るっきゃねえって感じですね。でも違うんです、もうこれマジ最悪な考え方だけど、落としてもいいように最初フルタンを履修しているんです。いいですか、履修っていうか履修登録の時にフルで授業を入れてるんですよ、落としてもいいようにね。最初からフルで入れずに
落とさずにみたいな人もいるじゃん。例えばだからそうです、そういうこと、そうだからもう大丈夫。でも本当になんか結構最近12期の子が結構みんなアンダーデビューをし始めていて、もうあっという間に、あっという間になんですけれども、そう大学の仕組みは自分で授業を取るんですけど、例えばあの20単位まで取れますって言ったら20単位ギリギリまでも取れるし、15単位ぐらいで抑えても大丈夫だしみたいな。必修3年間、必修は落としてないからね花も。そうあっという間にみんなもねアンダーデビューして本当にすごいよ。みんなも忙しいのにさ、まあね仕方ないけどね。マジやる時間がなくてやばいですね本当に。ピエン取れたに上限あるよ、結婚します。本当にね、ありがとね。あみ時間がないね、それのすごい時間がない。結婚して投げてくれたら結婚しますよS ね、もう S 今一人しか出れないからね。全部石、頑張らなきゃね。そうお花ポーズこっちに、なんかマジ井上のルカさんがマジでかわちい。おえなんか豪華なアイス、今日私が食べたアイスを紹介するね。ええー、ツーショット届いたの。あじゃあ私が食べたアイス紹介するね。アイスの実のアイス、え大丈夫です大丈夫。アイスの実のなんかね小さいサイズみたいなのがあって、なんでしょう。私はセブンイレブンで買ったんですけど、なんかアイスの実の半分ぐらいの量かな、わかんないんだけど、それのいちご味がねめっちゃ美味しい。しかもねめっちゃ安いんですよね、100円もしなかったですよめっちゃ美味しい。あのいちご味のアイスの実ってなかなかないじゃないですか。そうアイスの実のなんかね顔みたいな絵が描いてあるやつ、そう甘い系と酸っぱい系。甘い系とさっぱり系、えでもどっちも定期的に食べたくなりますよね。そのなんかスイカバーが急に食べたくなる時もあれば、え何これ外れだった。そのスイカバーが食べたい時もあるし、ガリガリ君が食べたい時もあるし、だけどあのモーが食べたい時もあるんですよね。モーのやつとか食べたくなる時も、えなんかくじみんな外れるね。えでも絶対その甘い、そのなんていうのアイスクリームって感じのアイスクリームはもうですね。もうかあれ
ジャイアントコーンです。芋のアイスのみ、食べたことない。チョコバッキー、チョコバッキー、食べてみる。でもね、あのね、板チョコアイスのね、白色が美味しかったんだよね、甘い系で言ったら。何これさ、当たりは何なの、当たりはどんなんなの。モナを食べないの、お花のおやつそう、ホワイトチキン、そう、外れだったね。え、そうはね、昔めっちゃ食べてたな。だけどなんかもっとあの濃厚なもの求めちゃってる。あ、誰で、あ、そうなんだ。でもありがとう。ゆねさんみたい。チョコモナカちゃん、あ、チョコモナカだからじゃん。スーパーカップもあんま食べないな。ハーゲンダッツ、今さ、あのブドウのなんかジェラートみたいなあるじゃんか。あれめっちゃ食べたいんだよね。パルムも好き。外れだった。止まってる、これもしかして。いいか、トルコ風アイス食べたことない。え、半年前のハーゲンダッツやばいよそれ。え、ハーゲンダッツ大好きなんだよ、大好きなんだよねとか言ってる。違う、そんな食べないよ頻繁に。パルムのイチゴ食べたことない。え、でもね、あのアイスの実のマンゴー美味しいんですよ、今出てるやつ。今出てるあのアイスの実のマンゴーが美味しくて、かぼちゃ、え、トウモロコシ、え、あずきバーも好き。カフェオレ、へえ、ほら、ありがとうございます。でもね、そうだね、でも結構あのキャラメル系の味とかも好きなんだよね。白クマね、白クマのあのいちごのやつ美味しいんだよ。クーリッシュ、うん、クーリッシュ。ごめん止まったね。パピコも美味しい。パピコね、でもさ、あの夏外で食べるってなるとパピコは誰かと半分こしないと溶けますね、片方が。ピノも美味しい。モナオ、こんなになる、ええ、よかった。アイスクリーム万博どこでやってんの、そのパピコクーリッシュ夏に外で食べたいけ。え、そうね、え、そう、溶けると開けなくなる、それな。え、そう、半分あげますね、みんなに。みんなで一口ずつ食べて回してくださいアイスボックスなんか透明になりました、あれ。ガツンとみかん美味しいね。サーティワンはあのラブポーションサーティワンが好きですね。あのベリー系のやつとなんかバニラみたいなのとチョコ、じゃあのハートのチョコが入ってるやつ、あれが好き。あのね、ダブルにしたいチョコミントとラブポーションです。うん、そう、クーリッシュはねやばい、そう、ラブポーションはね一番好きですね。チョコミント食べれるよ、チョコミント大好き。ラブポーション美味しい。でもね、たまに変わり、あの違うやつ行きたくなったりした時は、え、大阪でやるんだ、新宿。え、今日私あのメール取ってくださった方分かると思うんですけど、あのマレーシアの友達があの同窓会やってたんですよね。それ新宿でやってたって言ってました。いいな、行きたかった。今日7時半ぐらいにいろいろ終わって、でなんか連絡したんですよね、あの、え、今集まってんのみたいな。そしたら、え、来る今からみたいな言われたけど、いや無理だろうみたいな、無理でしょ、新宿無理でしょって。ラブオーションサーティワン美味しいよね。でも駅とかでさ、サーティワンの自販機あるじゃんか、あれはあのポッピングシャワー買います。そう、公園で行けなかっ
だけど、まあ、そもそもね、そのなんか当たりだ。そう、まあでも冬でも行けてない子もいっぱいいるから。あ、かきれなだ。気づいたみんな。そう、新宿でやってたらしいよ。なんか牛タンのお店だったらしい。しかもなんかグループラインに、なんだった、なんかね、やばい、なんかみんなさ、世界ラインが取れた。なんか、え、まつげついてる。なんかね、え、それな、コットンキャンディーいつもある。なんか牛タンのお店でなんかね、牛タンのなんとかみたいな予約していったらしい。いいな。苦手なんだ、チョコミント。チョコミント美味しいのにね。あのレモンをいつも出しといてほしいですね、サーティワンは。たまにサーティワンでオレンジソルベとかレモンソルベとか食べたくなるんですよ。だからそういうの残しといてほしいですね。なんかその夏限定じゃない？でもあの昨日美味しかったからのしとか。え、マジ？そう、オレンジソルベ美味しい。え、レモンね、多分常にないですよ。関東幕張しか行ったことないですか？金ラブ。わかんない、チョコミント美味しいのに。でもきっと今みんなはカラオケにいるんでしょうね。マジで朝グレールも美味しいね、それな。え、常に、わかんない、岐阜だけとかある？常にない、私たちの店舗には。レモン食べたいって思って行くとないってなる。チョコミントのポッキー食べたい、お久しぶり、元気だよ。でもマジ写真見たの、マレーシアのその同窓会の先生は顔全然変わってないの、もちろんね、もちろんあのその当たり前なんですけど、大人の状態で会ってるから先生は。だけどマジ顔分かんなくて、誰誰誰ってなってた。ママ全然分かってなかった。え、だよね、レモン、レモンないと思うんだけどな。オレンジはある、あとメロンもあるんじゃない。今のね、あ、今のか分かんないけど、マリオのやつ美味しかったですよ。なんかブドウみたいな、ブドウミルク。サーティワン美味しいです、サーティワン大好きですよ、サーティワンラバー。今日のアイドル写真？え、何それ、今日のアイドル写真って何？え、待って、めちゃくちゃ可愛いんだけど色が。え、サーティワンってあれでしょ、バスキンロビンみたいな。あ、同窓会送ってないでしょ、もちろん送ってないです、そんな恥ずかしいことしませんよ。だってそんなさ、つかどう思う同級生がさ、あの急に自撮り送ってきたらやばいでしょ。さあ、みんなはね嬉しいかもしれないし、アイドル好きな人だったら嬉しいかもしれないけど、最下当たってよかった、みんな当たります。その何ですか、そのなんか自慢してるみたいじゃん、私はこんな仕事してますよって。めっちゃ自慢したいくらいいい職業だけど、だけどなんかどう思う。だって仕事終わったみたいな。ちょっとみちょっと恥ずいじゃん。それなんかね、実際会って見せるのは全然 OK だよ。その実際会ってどんな写真、どんな衣装着んのみたいな感じで言われて、え、こんな衣装だよって見せるのは全然いいんだけど、
みんなこの配信見てないし、そのアイドル好きじゃないから、みんなアイドル好きだったら大興奮だと思う。だってえ SKE ってなるじゃん。だけどそう笑っちゃうでしょ。で小学校の時の友達だよ小学校の時の友達は急に自撮り送ってくるのやばいからね。普通に一緒であるから。でもね、その友達の友達が花のこと知ってて、なんかね、友達が友達のその大学の友達ね、わかる、そのマレーシアの頃の友達の大学の友達が同級生してる花だから、え、そうそうそう、別なんだよね。そうそう、でなんかマレーシアの友達がなんかそのなんか俺急に連絡が来たので、なんか友達が花のこと知ってたよみたいな、みたいな、まあそんだけなんだけど、え、アイドル写真なんて送らないよ。え、だってさ嫌じゃない、みんな花がさ、あのみんなが持ってない写真をさ花が友達に送ってたら嫌じゃない嫌じゃない、もしかして。私は嫌だ、私は嫌だっていうか、だから送ったとしてもてか見せてるのもみんなに送ってるやつ、メールとかブログとかに載せてるやつを見してる。なんかだってさ、しかもそのなんか履歴に残るのも嫌じゃない。履歴に残ってさ保存されてさ、私が世に出してない写真をその誰かがなんか載せたりとかしたら嫌じゃん。てかそれを別の友達に見せたりとか、そう、それが嫌だから、嫌だなって感じで。私はさ、その SNS をやってないわけじゃんか、だから他の人の SNS 見れないけど、もしかしたら誰かのあの裏垢みたいなのに載せられてるかもしれないから、知らない子から連絡なんて来ないよ。だけど普通にまあ事故画とかは見せるけどね、ここら辺で撮っちゃった写真とかここら辺から間違えて、その自撮りの準備をしようとした時に間違えて押しちゃって、ここら辺で撮れてる写真とかはちょっと見てこれっていうのは見せたりするけど、送らないけどね。え、事故が送らないですよ。なんで事故が送るの、やだよ。なんで事故が欲しいの、どういうこと、事故がいらないでしょ、絶対事故がいらないよ、そんな。だって下から絶対いらないですよ、やめた方がいいよ。待って、これ本当にサラサラになるんだけど、まあ、ネタがない時はねいいけど、事故が嫌だ。事故が来たりしますか、他の人から。なんか違うの、事故が送ったら間違いでしようかとか連絡来そうで嫌なんだよね、マネージャーさんからこの写真は間違いじゃないですかって連絡来たらどうするのわかんない、こう来たことないよ。だけど普通にこの前あのチェック入るからめちゃめちゃよかった、本当。あ、たまに来ることあるの。今日前髪綺麗でしょ、なんか大学ではね、そうだね、アイドルやってるの知ってる子はいるね、もういつも一緒にいる子は知ってるかな。あと一人
言われた。 SKE だよねって。でもこれはずっと話してる、ずっと前に。ってブレてるとかのレベルじゃないんですよ。もうブレてるのレベルじゃないの、もうあの別人。え、そう、めっちゃ下なの。あ、プレゼントもらいました。ちょっと待って、 あそこに置いてあります。 あそこに。もうなんか本当に事故って感じ。でもなんかね、アイラインなんかちょっとナチュラルではないですね。なんかもうマジ垂れ目みたいな。口が可愛い、最近口が可愛い人めっちゃ好きで、めっちゃ好きっていうか、なんかよく見ちゃう。なんか自分がリップをめっちゃ買っちゃうからなんだけどさ、今日さっきまであの鬼レンチャン見てたんですよね。鬼レンチャン見てて、あの池田さん出てたから見てたんだけど、事故でも受け、あ、そういうこと。そう、池田さん見てたんですけど、あの池田さんの口が可愛くて、何のリップ使ってんだろうってめっちゃ気になった。マジうるうるだった。てかめっちゃ上手だったし。肌なんかどうですか。そう、池田さんめっちゃおもろい。反復横跳びやってるところとかも出てた。配信見て聞こうかな。ディープナイツ使ってますか。マジでチュルチュルだったの、口が。可愛かった。変わりますよ。でもなんかめっちゃね、メイクもちゃった。あ、こういうメイクしてるんだって思いながら。痩せた、嘘。でも実は痩せた、ちょっとだけね。だけど違うの、みんなに話してないことがあって、私はその療養期間が終わってで痩せて喜んだのね。え、痩せたって喜んだわけ。それでその期間が明けて次の日に、あの、まあ、いつもの地元の友達、そのなんかいつもの地元の友達とサイゼ行ったんですよね。サイゼに。ただね、あのもうね、あっという間に1キロ増えて、で終わったって思って、この1週間頑張って元に戻したんです、その療養明けの体重に。ありましたよ、1週間お休みしてましたよ。アイスありがとうね。もうサイゼマジで大好きなんですけど、なんかサイゼで違うの。サイゼでね、あの花が好きだったオーロラソースのパスタはなくなったのね。だからなんかキノコとほうれん草かなんかのクリームパスタが新しく出てたから頼んだの。そしたら他のパスタよりもめっちゃ量が多くて、でもうなんかってなって、これはね、もともと結構なんかあの生地が薄っぺらい系の T シャツなんですよね。なんていうんですか、鎖骨。さ、鎖骨がね、これだとわからない、光が当たってると。鎖骨え、そうなの。え、なんかさ、あ、うん、ちはクリームのパスタ、え、本当に、あの本当に。え、でそれで私はあのその地元、あのよく配信一緒にやってる友達いるじゃないですか、琥珀ちゃん。琥珀とサイズに行ったんだよね。で琥珀とサイズに行くと、ね、いつもねピザを半分こするんですよね。でまあもちろんその日もお腹が空いてたからピザを頼んだんですよ。そしたらなんかいつも割り勘っていうか自分が食べた分を払うって感じですけど、オーロラソースのパスタ作れる？まあそれでなんかすっごいなんかそのパスタの量が多かったのよ、思ってたよりもって。え、多いみたいな。でサイゼも
なんかサイゼもじゃないピザもあるしみたいな。で胃が小さくなったから食べれなくて、だから琥珀君に食べてもらいました。琥珀君はなんかその日あの昼にもサイゼ来てたのに、花にサイゼ行こうって言ってきたの。だからなんかサラダしか頼んでなかったのよ。だけどなんか意外と花が食べてるの見たらお腹が空いてきたみたいな、だからあげた。そんなに難しくない。え、でもね、え、違うのよ、あのね、私そのサイズ食べた日にマジでなんか仕事があったんだけど、仕事までの時間が結構空いてて、その間にまあこのリップとかも買ったんだけど、このリップ買ってまだ時間があるってなった時に、でもなんかお腹が空きすぎてやばいかもみたいな、お腹が空きすぎてやばいってなって、お腹すいたとか思って、え、ワイン美味しいの？サイゼの美味しいかな。お腹がすいたってなって、でも水飲めばふっくんなくなるかもしれないけど、でもお腹すいたとか思って、あのお店に入ってかき氷を食べたんですよね。でかき氷がマジでかくて、こんな目の前にこんなん出てきたの。まあ、机がここら辺にあったとして、こんなんってそんなでかいの来ると思わんじゃんとか思って。そうだからかき氷は水分だから食べてもいいかなって思って食べたんだよね。こんなんが来てさ、一人で、しかもカウンターに座ったんですよ。私カウンターに通されて、カウンターでこんなでかいかき氷を一人で食べたんですよ。マジ寒くてやばかった。でもね、そのかき氷が値段が1500円だったんです。びっくりじゃない？1500円のかき氷を食べたの。頭聞いてならない系だから高いの。なんかいちごミルクの味だったんだけど、美味しかったんだけど、でもさ寒くて、しかもでかいから、まあそりゃこんな値段するよねって思いながら食べたんだけど、でもめっちゃ寒いしめっちゃ美味しかったけど、でもびっくりなのが、まあ1500円ぐらいじゃん。で私はサイズに行って何を食べたかっていうと、まあパスタとピザ半分とあれです、イタリアンジェラートあれ大好きなんですよ。なんか食べたんですけど、あのかき氷よりも値段が安かった、うん、やばかった。赤ワニね、一回だけ行ったことあるな。何、いちご、え、どういうこと、何なの。かき氷はいちごだよ。いちごとミルク練乳。赤ワニね、高校生の時に一回だけ行ったことある。めっちゃ並んだ。そう、1300円ぐらいだった、あのサイズの合計がね。で、え、こんなに お腹いっぱいになって1300円、嘘だろってなりましたね。波乗りかき氷、あなたが好きなもの、いいよいいよ。そういうサイズってマジすごい。かき氷ね、でもね、氷にこだわってるのかもしれないじゃんね。そういうことあるでしょ、その氷にこだわってますとか。かわいさ、え、かき氷食べたい、やばい。かき氷も食べたいし、最近アサイーボールも食べたいんですよね。アサイーボールも食べたいし、なんかグリークヨーグルトみたいなのも食べたい。ダンダダン、ふわふわでいい。それな、なんか毎年夏になると近くのかき氷屋さんに行くんですけど、家の近くのママが連れてってくれるから、マジで美味しいですね。アサイーボール、だからスーパーフード、牛のかき氷。そうなの。冬もかき氷やってんじゃない？
何か混ぜてとか、なんかチアシードとかみたいな、なんかめっちゃ栄養が高いよみたいな食べ物でしょ、アサイって。でそれのなんかそれのすり身なんていうの、わかんないけど、わかんないですよそんな、あのね、あ、何か分からずに、でも美味しそうだから食べたいですね。え、違う、多分某あのスーパー、わかんない、なんか上にフルーツとか乗っててさ、美味しそうじゃん。絶対色からしてブルーベリーみたいな味でしょ。え、なんで高いそうなんですか。え、テロップなんとなくさくらんぼです、可愛くて、いやなんか似てない口の色、さくらんぼの色じゃない。波の理学期を放棄、ドゥルル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 ルはチョコミント。今何時ですか。11時22分ですね。もうすぐ1時間、まだ1時間やってないってこと。私はもしかして、そう、でもダンスの先生にもなんかなんだっけ、ケツさんのやつを見に行かせてもらった時に、なんか何の曲がやりたいって言われたから、涙の商談がやりたいですって言ったら、めっちゃ似合いそうって言われたから、やります、やりたいです。涙の湘南、元気ですよ、めっちゃめっちゃガチ元気ですよ。そう、でも私はもう今回の瀬戸利のやつでもう絶対そのなんか少女は真夏に何をするとかもやりたいし、少女は真夏に何をする、なんか可愛いのじゃなくてかっこいいのやりたくなってきたんだよね。かき氷ね、あ、そうです、みょうまるさんと2じゃないよ、そうなんですよ、2じゃないよ、やりました、聞いてください。座布団になりたい、やばい、そういうことね、石の上にも座布団ね。みょうまるさんとラジオやりました、花火は終わるの、ルーズコントロール、え、ルーズコントロールってあれですか、大きな出会いはどうですかってやつですか。あ、今日の通信送ってくれた、やった、え、そうですよ、駅で何回か見たことあります。岩丸さん本当にね、今日通信撮りました、明日の朝送りますね、じゃあで送っ、あの撮ったユアに送ったこんばんは、マジ今日のみよまるさんあれでした、アニメの中の人みたいでした。でもユアには安定に可愛いってきましたね。ヨコニャンさんとも写真撮りたかったんですけど、でもなんか携帯
持ってない時、あのヨコニャンさんの携帯では撮りました。でも私持ってなかったからごめんなさいでした。そう、笑顔がアニメみたいって言ってくれたんです。メイク毎日、メイク毎日いるんだ。じゃあ花のこと見てないん、エスの先輩喋ること。でもやっぱりよく喋ってくれさるのは JK の先輩たちですね。そう、よくにゃんさん今日、ね、あ、そうですね、エスめっちゃ久しぶりですよね。みやまるさん今安定に可愛かったですね。あーね、ミミフィーユ、ね、思いました。ミミフィーユかわいい、ガチで。みんなにかわいいって言わないですよ、言わないですよ。あの、かわいい人にしかかわいいって言わない。何がカメラ目線上達。ハナ キラキラキラ、あ、DMM、 私カメラ目線してました。わかんないわかんないわかんない、ありがとうございました。ありがとう。え、花カメラ、カメラ、こんなこと言ったらあれですけど、内緒ですよ、内緒の話なんですけれども、あの、私カメラ見たことない気がする。カメラ見てるのないと思った。わかんない、わかんない、話はカメラ見てるのかな。わかんないです、なんかカメラ見る余裕もない、ない気がしちゃって。カメラ見たことないかも。わかんない、わかんない。で、わかんない、見てんのかな、わからないです。じゃあなんかね、カメラのあの、あんまりそのなんか仕組みは分かってない。詩人のソロダンスでね。あ、そうそうそう、慣れないうちは、そう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 、しなくて大丈夫って言われ、え、その赤ランプとか見えないです、あんまり目が良くなくて。何回見てく、あんま覚え、あんま何回とか覚えてないんですけど、え、わかんない、赤いランプつくのかな、つくのかも。目ね、なんか最近あんまり良くないんですよね、なんか。まあいいですけど、目良くなくても。え、なんかさ、やっぱ入った時より顔は痩せたよね、なんか笑顔がすっきりした気がする。なんかさ、なんかメイクもあるけどさ、やっぱ人に見られる仕事になりますと、なんか顔が変わりますね。
抜かれるまで、え、そう、首がさ、なんかさ、ビヨヨン。なんかこの間なんかの服着た時にめっちゃ首長く見えたんだよ、びっくりしちゃった。え、ね、なんかね、なんかほっぺもなんか削ぎ落とされた気がしますよね。てかこれ、ここもなんか、今日シェーディングするの忘れたんですよね。だけど意外と大丈夫だった。あと鼻が痩せたなんかさ、痩せると鼻の形変わるんですよ、知ってます？みんな痩せると鼻が、太ると鼻が逆にでかくなるんですよね。痩せると鼻が細くなるんです。鼻がね、ちっちゃくなるの、痩せると。私とくこの、熱が出て痩せた。熱出てないですね。え、泡ピョンキのピョンピョンみたいなのをこうやってこうやってこうやってやるんです。よかった、可愛くなってて。でも私もし成人式行けるか分かんないですけど、もし成人式に行けるのであれば、マジでレベチで可愛くなってないといけないなって思います、本当に。だから頑張ります。あとみんなに飽きられちゃうから、可愛くならないとでもね、ハラはね、最初みんなの印象はね、最初の印象はこんな顔でしょえ、そうなの、お披露目の時もっとね、そうなんですよ。好きが、え、どうなんでしょうね、こんな顔でしょ、みんなが最初に見た花の顔っていう顔でしょ結婚しますって顔でしょ、違うそうでしょって顔だったのに、どうですか全然飽きないですか、よかったです。泣き顔ボスト、え、今のはまあいいよ、まあフリー素材。ありがとうございます、みんな飽きないって言ってくれて。はあ、まあ花はね、最初見たのは黒バッグ、え、いつ、え、それなネイチャーメンバーなら、え、マジそれ、だけど意外と大丈夫でしょ、もう年長なの、キャラが。年齢をちゃんと自覚してるんだ。もうね、あんまり泣かないの。おられちゃいます。なんか感動とかでは泣くけど、なんか緊張とかではもう泣かないよ。そう、大人になりました。な、服の好みもめちゃめちゃ変わったじゃないですか。ほら、もうやっぱりこの半年ですかね、半年以上。え、ファイナリストね、頑張りたいですけど。めっちゃそっくりな、ファン、嘘、私年齢層の貫禄あるよ。やめるかと思う。そう、ツインテールは二十歳までって言ってますよね。お酒飲んでませんよ。てかそんなね、多分20歳になってもそんな時間がない気がする。そんな飲んだりできる時間、その当日はもしかして飲むかもしれないけど、誕生日、キャー誕生日
ってなったら私は、でもまだ2ヶ月お先ですけど、誕生日、誕生日あと、おお、なるほどね、なった瞬間に行きたいです。コンビニに、コンビニに走って行きます。そしてすいませんとか言っちゃダメですね。あのね、花ね、岩竹配信したい。え、そう、年覚ちょっとねされたいですね。あの、だからコンビニ行きたい。だけど私あのタバコは脳なので、そもそもね、花の大学タバコ禁止なんだよね。え、年覚されたいですな。え、年覚の時って何見せればいいの？あのさ、マイナンバー見せればいいの？あれが嘘なの？え、身分証ってさ、違うの？あの、学生証だったらちょっとあれ微妙い？保険証？ま、保険証もマイナンバーも持ってるけど、あ、学生証もいける、何でもいけるんだ。そう、免許は持ってないけど、あ、そっか、みんな免許見せてんのか、年代近い。そうなんだ。え、何飲もうね、何飲もう。でも気にでもね、でも最初はさ絶対に、どうしようね。え、でもね、あんま見たことないからわかんないけど、相場なんなんだろう。え、最初に飲むのコンビニがいいですね。あの、カンカンがいいですね。でもさ、日本酒ってさ、私なんでかっていうと、なんでわかるかっていうと、あ、日本酒じゃなかった、それ焼酎だった。日本酒はわかんないです。でも匂いからちょっとなんかって感じじゃない？シャンパン、テキーラ、なんでなんで、それ絶対そば嘘じゃん。え、ビール飲んで、え、見た本田美優さん、ゆずスカッシュって何？梅酒飲みやすい。え、そうなの？え、そうなの？あの、焼酎とか、あの、焼酎のさ、割ったり、お湯割りとかさ、カラオケのバイトの時作ってたからさ、焼酎は美味しくなさそうだなって感じなんだよね、匂いが。ほろ酔い梅酒。ドンペリって何？青木さん、お酒ね。でも花さん、今家にお酒飲む人いないんだよね。なんかパパはめっちゃ飲んでたんだけど、ママは飲まないからお酒。え、ドンペリってさ、もしかしてホストとかで出るやつ？ホストとかさ、キャバクラとかでさ、ドンペリ入りますみたいな、それじゃない？悪酔い？カシオ、え、わかるよ、そこらへん。カシオレン、カシスオレンジ、あと、あ、カルアミルクでしょ。え、わかんない。え、そういうのじゃない？え、でもさ、悪くない？そういうの、ホストとかコンカフェとかもあるんじゃない？え、夜のカルーミルクって、え、あれってさ、牛乳じゃん。え、ちょっと待って牛乳を混ぜてるんじゃないの、あれ、何かに。飲む気満々って。え、でも、え、ちょっとはたしなんでおきて。
人間だって、え、そういうだ、牛乳じゃないけど度数高いんだ。でも私あのさ、中学とかにさ、パッチテストみたいなのあるじゃん。あれ全然ダメですね。だからまあわからないですけど、その時にならないと。まあとりあえず元気ですよ。シャンメリーを買っておこうかなと思います。あれ、さえちゃんのコースターもらったの？ガチ？今月なんか1個ですよね、飲み物。え、待って、めっちゃ順位上がってる。チョコミンコ、チョコミンコめっちゃ上がっててびっくりした、順位。だって最初に出てきた時100位だったのに、今79位。え、シャンメリーお酒じゃないよ。でもなんか暇たぎ配信をするのであれば、シャンメリーをあれ、ちょっとグラスに入れて飲みたいと思います。牛乳かサイダーか選べるんだ。二度目ありがとうございます。え、すごい、79位、ありがとうございます。みんな暇たぎ配信したいよね。え、そう、子供用ビールとか美味しくなさそう。でもちょっと飲んでみたい気持ちもあるよね、子供用ビール。あとあれ、あの駄菓子でさ、粉入れて水入れたら泡がブクブクブクって出てくるジュースみたいなのあるじゃん。サングリアって何？シャンメリー、そうそうそう、リンゴ味なの。え、あれ飲みたいんだよ、あの駄菓子のシュワシュワってやつ、あれ飲んでみたい。花がその療養中に、あの妹がお母さんち駄菓子屋に行ってくれたんですよね。でいっぱい買ってきてもらいました、蒲焼きさん、トマト、メントスコーラ。メントスコーラね、私一回やったことあるんだよね、おばあちゃんと。え、やばい、おばあちゃんって言ってんの、やばい。アイス以外投げて、アイス、やばいよね、おばあちゃんとやってたんだよね、小学生の頃に。なんかさ、小学生の頃ってさ、そういうのさ好きじゃん。そう、なんか YouTube とかを見始めた頃ぐらい。え、あーちゃんもそういうの好きだよ。そう、 YouTube とか見始めたくらい、小学生の時に夏休みに近くの公園に行ったの。そこでやった、メントスとコーラ買ってメントス入れて、そう、おばあちゃんと一緒にやった。おもろい。なんかそのお家でやるとさ、その濡れるじゃん、ピャーってなって、そう、あんまり吹き出さなかったんだよね。だからね、5個ぐらいメントス入れたんですよ。しかも時差でね、今日ご機嫌結構。だからあんまね、なんか失敗に終わりましたね。だけどまああと、ちなみに私あれも言ったことありますよ。中学校の時になんかボール、あのボールね、でっかいあの お皿っていうか、あのその銀色のボールみたいなのに、え、そうだ、それだ、銀色のさ、そのボールみたいなお家にあるやつね、でっかいやつにアイスの実も入れ、アイスの実となんかナタデココとか缶詰のさフルーツとかを入れて、ミチアサイダーを真ん中に置いて、そこにメントスを入れてバーって溢れ出させてフルーツポンチ作るやつ。懐かしいよね。え、そうなの、そうなの。
て。すごい、研修生って書いてある。スクショしよう。春組だって。え、そう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 、え、めっちゃ楽しかった。ああいうの、え、マジ TikTok 流行り始めたぐらいで、なんかめっちゃね、なんかこういうのとか、なんかし、なんかみたいな、なんか幸せはいつも続かないみたいな。知ってるみんな、幸せはいつも続かないみたいな、どこを探しても見つからない、あらみたいな。マジおもろいんだけど、わけは見つるのですか。なんか TikTok 本当にめっちゃなんか流行ってた。でもマジね、 TikTok のね、何がおもろいのだって。キャップあれですか。あ、当たり、え、今当たりが出やすい。楽しかった初期。今はね、私 TikTok 入れてるけど、あの犬と赤ちゃんしか出てこなくなっちゃいましたね。もう変なパフォーマンスしたら当たれるかもしれない。今当たりやすいですよ。でも TikTok 犬と赤ちゃんしか出てこない。なんか川、あの赤ちゃんの、なんていうの、赤ちゃんの変な行動ではないけど、ちょっとなんかドジな赤ちゃんみたいな、そういうのばっかり出てくる。あ、外れ。なんかそういうの出てこない。おい、入れない、ごめんごめんごめん。今ね TikTok の話してる。バイン懐かしいね。そう、赤ちゃんとか犬が、犬の動画マジ出てくる。なんかね、めっちゃ好きなのがあって、犬のやつで、あ、外れた。あ、犬の動画めっちゃ好きなのあってさ、ぬいぐるみ持ってくる犬。え、なんかあのね、肌が好きな犬は、あのなんか、ね、お留守番しててねって言ったら目がしょぼしょぼになる犬。なんかお留守番とか、なんかお出かけしてくるとか言うと目がなんかこんなになるみたいな犬。ポケモン？アイーンって。そう、犬マジ可愛い。ある、見たこと。猫は出てこないかも、犬ばっかり。あとなんだろう、また来た、オンライン特典。あ、確かに豆柴。え、でもね、普通になんかもう赤ちゃん、なんか赤ちゃんの動画を実況してる人がいるんですよ。なんかほとんどアナウンサーの人だったのかなって感じなんですけど、そう、実況してる人がいてめっちゃおもろいですよ。かわいい。え、おんちゃん、おんちゃん、ラブ。オンライン参加ありがとうございます。当たったんだね、みんな。届くの10月。あ、みんなあれは買いました、生誕。動物マジ可愛いんだよね。 CD ね。
かなもそろそろあの写真を送らなきゃ。そろそろあの写真を、あの写真を送りたくなってきた。セーターン2セットですか？セーターン T めっちゃマジ可愛いからね。てか着やすいでしょ、あれ着やすいと思います。かなり着にくいかな、びっくりしたけどありがとうございます。意外と着やすいよね。そうですよ、あれは私の手書き手書きね、書き入れるのも可愛かった。でもね、着れるよね。そう、なんかね、まあワンポイントとかでも可愛かったんですけどね。一番普段着でもいける？よかった。でもかきれいなのはあれをみんなが生誕祭に来てたら絶対いい、めっちゃ面白い。私はね、想像は、うん、自分の生誕祭を想像して、生誕祭だったらそのなんか紺色だったらさ絵が映えるじゃん。だから暗いところでも見えるように、なんかしません、そう、あの菜の花がめっちゃ目立つようにって思って描いた。そう、うわ当たり、そうお花畑みたいになればいいなって思って書いた。え、お花組、お花組の人が着ると思ったからお花組にしました。普段着全問じゃなかったから今回、あ、よかった、初見です、ありがとうございます。来てください、来てくださいみんな。そう、だからあれだな、なんか結構あれじゃな、あのあれじゃない、そのなんかみんなの生誕祭見てるとさ、パッキリその半分に黄色と黄緑って分かれてるけど、意外と両手に黄色と黄緑でもという感じ。あのはっきり分けても可愛いけど、勝手に勝手に言ってる、まだみんな何もあれなのに。え、4本文字じゃないよ、2本文字でいいんだよ。普段着にできないのが普通だと思ってる？一応できると思ったから作ったけどね。そう、際立ちそうだよね。でもなんかそう1本ずつくらいでいいですよ。あ、じゃあできるよ。あんなん絶対かわいい。アーツサイでも大丈夫ですよ。あ、55分だ。何時を読もうかな。生誕とかまだ何も予定決まってないですけどね。13位からかな。まだ変わるかな。じゃあ58分になったら誕生日見ます。確かに一本持ちの人が対応できない。じゃあまあしょうがないですもんね。でも黄色と黄緑かわいいよね。ペンライト生誕ティー普段着として着れない。そうなんですか。そのままこんな時間です。苦しい
喉の調子は普通ぐらいです。そう、10万にこんな時間にですね、夏が来たから、海なんかねねねちゃちゃでねね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 ね、夏が来たから、すごい盛り上がりが7000、久しぶりだからだ。福ちゃん恥ずかしい、嘘、目立ったよ。お、そうだよ、誕生日久しぶりですよ。みんながハズレいっぱい引いてるからそういうこと。あ、外れ。12時に終わりますね。明日はちょっとおしゃれしてよっかな。人数じゃないよ、久しぶりだからこんなに盛り上がったんだって。泣きそうやったの。当たり引きたいよね、可愛いこのアイス。アイスラバーとしてはとてもいい企画ですね、これは。アイスもらえるの、え、どうなんだろうね、当たり引いたら。前もらいたいね。ねえ、バグ部屋さん、それな。火曜日頑張りますよ。あ、58分ですね。じゃあ男女読みます。13位大輔くん、待ってくださいね。大輔くん公式アットマーク夏が来たからありがとう。12位わたわたアットマーク花なんは犬顔ワンワンありがとう。11位薬剤師のカズくんありがとう。10位わかなありがとう。9位たけありがとう。8位コージありがとう。7位みのっちアットマークお花組ありがとう。6位ポンスのアットマークお花組ありがとう。5位オレンジルートありがとう。4位ロッドシフトアットマークおかえり愛しの花なんありがとう。3位花アットマークお花組ありがとう。2位アットマークデメキンアットマーク花ちゃんずっと愛してるありがとう。1位西武ドームありがとう。そして87位はなんと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 ペッチ、ペッチありがとうございました。もうちょっとで配信が終わっちゃいますね。あ、そこそこそこ。じゃあみんなおやすみなさい。皆様おやすみなさい。またね、バイバーイ。バイバイ。ありがとうございました、配信。バーイ。パールパ。バイバイ。お、77位ラッキーセブン。バイバイ。全然終わらない。